こんばんは。まあ、全然酔っ払ってないですね。全然もうお酒が足りないんですよ。最近ちょっと強い酒がなんかなくてね。っていうのは言ってるのは、今日は8月19日、明日のザ・グリート夏祭りの前夜祭的な。そうなんですよ。本当に明日のイベントがもう楽しみすぎる。ねえ、楽しみすぎますね。だって俺たちも今回8人で東京から来たんですけど、こうやってみんなで動けるきっかけもなかなかないし、本当にね、楽しみですね。まあ、すでに楽しい。ただ明日はね、僕と違ってバトルがあるっていう。そうなんですよ、バトルがあるんで、ちょっとそろそろ帰ってちゃんとね、お休みしなきゃなと思ってるんですけど、ただ平山さんが許してくれない。初めて聞いたの。帰らせてくれない。いや、さっき、はい、まだ帰らないっつって中に入っていくのを見ました。まだ帰らないっつって。まあね、なんか前夜祭で楽しんでいただいてありがたい限りですけど、最高っすただ、なんぼ遊んでも明日は勝ちますよ。勝ちます。バトルの相手いてますけど、明日は頑張ります。勝ちます。あっていう、はい、言ってますけど、どうですよ。いやー、玉尾も最近乗れてますからね。わ、乗れてる。なかなかいいっすよ。まあ本当に乗れてる8人のバトルなんで、すっげえ面白い。もう BMX 多分知らない人も本当好きになれると思う。そうっすよね。そう、絶対来てほしいですね。いや、前の僕名古屋のあの G ショックのやつも行ったんですけど、やっぱり普通のおじいちゃんとかがすっごいカメラ構えてね、そこ嬉しいっすよね。普通の通りがかりの人が決勝までしっかり残ってるっていう、あれがちょっと熱かったですね。それは嬉しいっすね。やっぱりなんか BMX の、まあ、いろんなところでやって BMX を知ってもらうっていうので、今回 そのグリードのこのイベントを夏祭りとかでこういうなんか BMX のイベントはめてもらえたのはすっごい僕らにとってはすごいチャンスだと思ってるし、もういいもの見せれるように全員で頑張るんで、よろしくお願いします。ありがとうございます。あとちょっと長くなりますけどいいですか。もちろん。EXILE のツアーって参加してるって聞いたんですけど、はい、どういう形で参加。なんか全国ツアーに17回公演のやつに、はい、ちょっときっかけで、まあ、元々 EXILE にケンチってやつがいて、そのケンチが昔一緒にずっと動いてて遊んでたやつで、はい、EXILE、まあ、そういうすがいきなり EXILE になってたみたいな、はいはい、知らなかったんですけど、いきなり EXILE になってて、でその流れでこうテレビ出て、でそれがまあオーディションだったっていう、でそれでヒロさんに目つけてもらって、ヒロさんに一緒に全国ツアー回ろうみたいな声かけてもらって回ってきました。まあビクトリーっていう曲があるんですけど、その曲でこう1曲8分の曲なんですけど、そこで BMX をがっつりやらせてもらうっていうのがすっごい良かったですね。もうとりあえず終了したんですよね。もう無事に7月で終了して、はい、で8月からは、まあ、こういうなんかイベントにもこう参加させてもらって、いろいろこう動こうかなっていう感じですね。という BMX のライディングが明日ね、もう今日ですけど、はい、生でザ・クリード夏祭りで見れるっていう。ザ・クリード夏祭りっすよ。多分海外の人とか来れないと思うんで、今から見ても間に合わないと思うんで、ユーストリームで見てもらえたら、はい、まあ、アジア圏のね、中国とか台湾の人とかは今からでも間に合う。間に合いますね、はい、でもしも今からじゃもう間に合わないという人はユーストリームで。ユーストリームで、ね、生放送ですからね。もうこの YouTube にアドレス載ってるんで、下の方にそれでしっかり見てください。ぜひ。さらにそのユーストリームにああだこうだもう愚痴も全部かけるんで、そうですね、あいつしっかりしろよとか、そうですね、全部かけるんで。ほんでプレゼントがあるんで、欲しいプレゼントをつぶやいてもらったら、もらえちゃうかもしれないみたいな。もらえちゃうチャンスもある。人が真剣に BMX 乗ってる時にこれ欲しいっつってつぶやいてもらっていけますから。ぜひ。ということで、はい、ありがとうございました。最高の一日にしましょう。田中幸太郎さんでした。イエーイ。